若い頃から年代別代表に選ばれる選手もいれば、一切選ばれず無名だった選手もいます。というわけで今回は高校または大学時代無名だった選手トップ7をご紹介します。無名から這い上がっていったのはどの選手なのか。まず第7位は今シーズンで現役引退となった川崎フロンターレ所属の中村憲剛。川崎フロンターレ一筋を貫き、フロンターレの2連覇や日本代表選出、ワールドカップメンバーに選ばれるなど輝かしい実績を持ち、今季の川崎フロンターレの史上最多勝ち点優勝にも貢献した選手ですよね。ただ高校大学時代は無名の選手で、まず高校時代進学した東京の東久留米高校は全国大会出場も叶いませんでした。その後進学した中央大学時代もレギュラーであったものの、3年生の時には2部リーグへ降格、4年生の時に2部リーグで戦うなどあまり日の目を浴びることがありませんでした。また川崎フロンターレにもテスト生を経て入団しており、無名の選手だった中村憲剛。それまではトップ下でプレーしていた中村、転機は当時の関塚監督によるボランチへのコンバートでした。そこから瞬く間に日本代表や川崎フロンターレの象徴として輝きました。今後は監督などで活躍する姿も見てみたいですね。第6位は現在は UAE のアルアインに所属する塩谷司。主にセンターバックなどディフェンシブなポジションでプレーし、サンフレッチェ広島時代は J リーグ3回優勝に貢献。日本代表では2015年、2019年アジアカップ、また2016年のリオオリンピックではオーバーエイジ枠として選出された経験を持つ選手です。プロとして華々しい実績を持っていましたが、プロ入り前は無名の選手でした。中学生の頃には地域のトレセンに選ばれることもほとんどない存在だった塩谷。高校は徳島商業に入学し、1、2年生の時に全国高校サッカー選手権に出場しているものの、全国のサッカー界から注目を集めることはありませんでした。ただこの活躍により国士舘大学から特待生として誘いを受け、国士舘大学に進学するも、1年から3年まであまり試合に出場しない控え選手の状態でした。彼の転機となったのは恩師と言われる元日本代表の柱谷哲司と出会ったことでした。塩谷が大学4年時に柱谷が正式に国士舘大学のコーチに就任しました。すると柱谷はそれまでボランチとしてプレーしていた塩谷をセンターバックにコンバートし、日本代表のキャプテンにまで上り詰めた自らの経験を全て伝授し、塩谷は大学でレギュラーポジションを獲得することができました。また翌年、柱谷が J2 の水戸ホーリーホックの監督に就任することが決定すると、塩谷に来シーズンから水戸ホーリーホックでプレーしないかと声をかけ、塩谷はプロの道をスタートさせました。第5位はジュビロ磐田などで活躍した元日本代表のボランチ福西崇。1995年からジュビロ磐田でプレーし、2008年で東京ヴェルディにて現役引退となりました。日本代表でも活躍し、特に2006年ワールドカップではレギュラーとして出場しました。1995年に高卒でジュビロ磐田に入団した福西、翌シーズンにはもうスタメンに定着していましたが、年代別カテゴリーの日本代表に選出された経験はなく無名の選手でした。出身高校は新居浜工業高校。県予選の試合で磐田のスカウトが相手選手を視察に行った試合で、対戦相手の選手としてピッチに立っていた福西に偶然目が止まり、入団が決まったとのことでした。当時は優れた身体能力を生かしたフォワードとして入団しましたが、当時磐田の監督を務めていたオフトによりボランチにコンバート。顔の端正だったこともあり、人気選手の一人となりました。そして2002年日韓共催ワールドカップ、2006年ドイツワールドカップに出場するほどの選手となりました。中盤には当時海外組が多かった日本代表、その中でも福西は国内組でありながらも確固たる地位を築いていましたよね。第4位は現在はスペインのバルセロナ B に所属するアタッカー阿部裕樹。日本代表でも招集経験があり、東京オリンピックでも活躍が期待される阿部。彼もまた学生時代は無名の一人でした。彼は中学生当時、同じく現在プロで活躍する岡崎誠と共に FC 東京のアカデミーに入る機会もありましたが、
当時はセレクションに受かるレベルではなかったと語っています。高校では広島の瀬戸内高校に進学。東京から広島へと移った理由は、高校3年生の時に行われる大会が広島で開催されるため出場枠が増えるから。したたかさがわかりますね。その目論見通り、高校3年生の時のインターハイに出場でき、鹿島アントラーズから声がかかりました。そして鹿島アントラーズを経て、今はスペインのバルセロナ B で9番として活躍する阿部。いつかはバルセロナのトップチームでプレーする姿が見たいですね。第3位は、現在ベルギーのゲンクで活躍する伊東純也。50メートルを5秒台で走ると言われる快速ウィンガーも無名の一人でした。小学生時代に横浜 F マリノスのジュニアユースのセレクションに落ちた伊東。中学は地域クラブで、高校は公立の図陽高校に入学。理由は家から近かったからと語っています。全国大会にも出場できませんでした。敗退した強豪桐光学園との試合、個人で輝いた伊東は大学の推薦入学を勝ち取り、神奈川大学への進学を果たしました。ここから伊東のサッカー人生の花が咲きます。3年生の時に2部リーグ得点王を獲得。4年生の時に J リーグの複数のクラブから声がかかり、ヴァンフォーレ甲府の入団が決まりました。そこからは J リーグで活躍。柏レイソルを経てゲンクへ移籍後もその自慢の足で貢献。チャンピオンズリーグにも出場しました。現在では日本代表でも招集され、右サイドの1番手を堂安や久保らと争っていますね。第2位は、36歳となった今もなおドイツで活躍を続けるフランクフルト所属の長谷部誠。ブンデスリーガ制覇も経験し、一昨年のシーズンでは年間ベストイレブンに選出されるなど、まだまだ一線級の活躍ができる選手ですよね。ただ長谷部もまた高卒プロではあるものの、無名の選手の一人でした。高校時代を静岡の強豪藤枝東高校で過ごした長谷部は、2年の終わり頃からレギュラーとしてプレーしました。当時のコーチや対戦相手の監督からは、能力は高いがフィジカルが弱いと評されており、高校卒業後の進路として自身は静岡県内のプロクラブへの加入を希望していましたが、オファーはなく浦和レッズに入団しました。1年目はリーグ戦出場なし。プロ 2,3 年目にボランチとしてもプレーして出場機会を増やすと、輝きを見せ日本代表にも招集されるほどの活躍を見せました。現在では引退説もささやかれていますが、本人は否定しており、まだまだ活躍が期待できますね。第1位は、日本代表で長く守備の要として君臨した中澤佑二。187センチの長身を生かし、 J リーグでは横浜 F マリノスなど、2018年現役を引退するまで活躍。ワールドカップでも2006年2010年にメンバーに選出され、海外選手相手にもその空中戦の強さを見せつけました。サッカーを始めたのは小学6年生と、プロ選手の中では遅めであり、高校時代は埼玉の三郷工業技術高校でプレー。しかしサッカーの名門校ではなかったため、卒業後 J リーグに売り込む価値を上げるため、ブラジルへサッカー留学を計画します。ブラジルのサッカークラブアメリカ FC に加入し、次第に練習試合などにも起用されるようになり、帰国後 J リーグの各クラブへ売り込みをかけましたが、どのクラブからも誘いは来ず、母校のサッカー部で在校生に混じって練習を続けていました。1998年にヴェルディ川崎のユースチームとの練習試合で得点を挙げる活躍を見せ、これをきっかけに練習生契約での加入が決まります。練習生時代は給料は支払われず、必要費用をクラブに支払って練習に参加する苦しい生活でしたが、片道2時間かけて練習に参加し、1999年にプロ契約が決まりました。そこからはレギュラーを獲得、オリンピック代表にも選ばれるなど、ボンバーヘッドの愛称で親しまれ、横浜 F マリノス移籍後は2度のリーグ優勝、2004年には年間最優秀選手にも輝いています。まさにハングリー精神の塊。ブラジル留学を決意したメンタルには恐れ入りますね。いかがだったでしょうか。今回は高校大学時代無名だった選手トップ7をご紹介しました。今後も様々な動画を取り上げたいと思います。
この動画が良かったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。